はい、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 こんにちは、ハーミーです。今日は9月の24日月曜日です。まだお昼を食べていないので、これからお昼をね、自分で自炊して作ろうかなと思っています。で、それの食材を今買いに出てきたんですけれども、まあ、せっかくね、自分で作るんだったら、ちょっとでもね、美味しいものとかね、安くて美味しいものとかいろいろ考えると皆さん思うんですけれども、カフェご飯っていう雑誌ご存知でしょうか？雑誌？違うな。本ご存知でしょうか？まあ、ブロガーの方がですね、作ったというですね、まあ、レシピ本なんですけれども、以前に私がですね、その本を買いまして、そのレシピ通りにですね、こう、ランチとかを、自分で作ろうかなと思って買っていたんですけれども、全く作ってなかったんですよ。なので今回その本を活用する意味でも、まあ、そのレシピ通りにね、今日ランチを作って、皆さんに、ちょっと見ていただこうかなと思っております。やっぱり自分で作るので、ちょっと見栄えもね、やっぱりちょっと満足したいので、ちょっとそれにもこだわりつつ、食器などもですね、今から買いに行こうかなと思っております。まあ、100均とかでね、買うことになると思うので、そこまでの良質なね、お皿とか食材とかもね、そんなに高いものを買うわけではないので、いいものができるかどうかはわからないんですけれども、なるべくね、そのカフェご飯の雑誌にね、出ているような写真に忠実に再現できたらなと思っております。はい、今市内の某所にあるですね、生協に来ております。生協でですね、これから食材を買ったりですとか、あと100均もね、中に入っているので、そこで食器をですね、買ったりとかしようかなと思います。では行ってきます。よいしょ。はい、買ってまいりました。はい、はい、今帰ってきました。これからご飯を作ろうと思います。ちょっとね、時間の方がね、かなり押してしまっているので、ちょっとちゃちゃっと作ってみたいと思います。はい、まずね、こいつをですね、切り刻んでいこうと思います。切れました。はい、で、ここに投入するのが生姜のすりおろしと、はい、ニンニクのすりおろしです。はい、ちょっと分かりにくいですけど、ここに2つとも入れました。続いては、はい、お醤油です。お醤油を入れます。はい、お醤油が入りました。はい、で、次に塩コショウですね。塩コショウを入れます。塩コショウが入ったところに、今度はお酒です。お酒も入れていきます。では全て入りましたので、あとはこれをよく揉み込んでおきます。はい、では全体に、先ほどの下味がついたところで、あとは30分から1時間放置します。はい、お皿に、付け合わせの野菜を乗せました。あとは揚げて、ご飯を盛るだけです。はい、では完成いたしましたので、ご覧いただこうと思います。こちらです。いかがでしょうか？ではいただこうと思います。いただきます。まずお肉から。うまっ。美味しい、美味しい。
美味しい。皆さんもぜひ作ってみてください。